りました。始まりました。チロールズ6です。レフトまさきさん、ライトたくやさん、ライトバック足立の姉もねさん、レフトバックのりこです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、のりこさんのご両親がいらっしゃいますね。そうですね。あら、見当たりませんね、はい、あれさっきまで寄られましたけど、はい、なんか満足して帰られました。そうですね、はい、いらっしゃいません。いらっしゃいませんね。このチームは大輝が月火じゃない、打球打球して指がふにょっとなってふにょっとなって途中から、うん、代わりにあの方が入ってあの方がのすごくテンションが上がられております。面白い、ね、あんな感じで調子に乗って卓球するよ。あ、そうですね。あんまり調子乗らない方がダメですね。本当ダメです。すぐ調子乗って、それが卓球さんですね。もう、うん、うまいですね、本当に。あ、これ帰ったらベスト16って言ったよ。マジですか。本日のお天気は開運、なんかやば、20万で10万増やした。10万ってよくない？10万だって1人2万5000ですよ。何ですか普通に。嬉しいね。あれ今日の1500円の、まあまあまあ夜ご飯食べたとして、まあ、2万は使いましたね。自分で2万、夜ご飯で2万。え、違う、その2万5000のうち今日の出た1500円引いて夜ご飯なんか食べても2万余りますよね。どんな夜ご飯2万の夜ご飯食べてみたいですね。2万の夜ご飯、いやもう4万、あ、4万ですね。10万って言われてお金が待ってます。普通にもうあの1万円でもいいし、もう1000円でもいいか。普通にお金の話しかしてないダメですね、これは。見る人がなんかさ、これこの動画ってさ、はい、意外と聞こえてないと思ってつぶやいたこともさ、めっちゃ聞こえますよね、これ。マサのお父さん、あ、本当だ、帰ってこられましたね。うわー、大好き。モンスターって言われるんだよ。モンスターです。モンスター、まさきさんが、わかんない、ちょっと由来が分からず。ナイサブ、いいね、動かしたらいい。バローさんって絶対重さが出てる試合見られてますよね、うん、ですよね、めっちゃそれがもう微笑ましいですけど、なんか応援の仕方が一人でワイワイワイ、そう、一人で、でも絶対来られますよね、重さが出てる試合。めっちゃいい、2回あ、すいません、充電器がまた落ちた。ええ、すいません。いや、違います。これ充電。モバイルバッテリーに繋いで今やってるんですよ、これ。大輝さん、大輝さんでした。うわ、ナイス！バイバイ！やばい、めっちゃ先にしまった。すいません、待ちます。ありがとうございます。え、笑ってほしい、このビデオ。この1試合の中で笑ってほしい。誰にですか？え、ビデオに。充電ですか？いや、いや、そんな相方じゃないですからね。そんなやばいですか？でも、モサよりそんなんですか。モサよりマシだと思うんですけど。いや、違うね、なんか。でもなんか本当にうるさいとあります。昨日メイさんに言われました、マジでうるさいと。いや、でもまあずっと中学ぐらいからずっと言われてます。楽しそう。したいですね、バレー。ちょっともうこっちにしましょう。したすぎる、めっちゃしたい。カナさんが美しすぎて、美しすぎて、はい、でもなんか美しくないですか。美しすぎて、遅いね、はい、スタイル良すぎます。何か話題ありますか。話題、はい、よいしょ、ありがとう、行っちゃって話題ない、ね、今ちょっと悲しい。悲しいですか。試合もっとしたかったね。わかります、わかります。
でも開きめっちゃうまいですよね。めっちゃうまい。おお、ナイスキャッチ。でまだしたかったもん。チームです。めっちゃ楽しそうでした普通に。自分らも楽しかったですよ、マジで。小太郎さんと、あいいね、竹谷さん、竹谷さんじゃない、竹谷さんとメイさんです。あいいね。I love you。 ビデオに声が、声が、ビデオに声が入っております。なんて言ったの、ノリカオ、ノリカオボーがいて。うわー、ナイスサイ、ナイスサイです。アモの髪の毛、もみじまんじゅうみたいな。もみじまんじゅうみたいな。あ、今違うね。綺麗に上にパッ。もみじまんじゅう。桜味や。桜味。美味しそう、美味しそう。美味しそう。美味しそうです、普通に。ね、ママさんの髪色なんか、綺麗くないですか、永遠と。何なんですかね、あの、色落ちしなくないですか、全然。ゆうたさん、染めてます今。黒にしてもらった。あ、そうなんですか。なんでですか。自主。何の自主ですか。小学校で取れてる。すごい。あ、でも、ぽいですよ、めっちゃ。どっち、保育園どっちになりたいですか、将来。あー、ぽいです、ぽいです。保育園本当特別支援学校。あ、そうなんですか。めっちゃかっこいいです。あの、昨日なんか、夜に、その、みんなでなんか将来の話とかしてて、なんかこれから自分が何するか分かんないみたいな、なんかみんな、なんかトモナとか自分が何したいかまだ全然決まってない、なんかそのモサとかメイさんとかもあるじゃないですか、もう専門職で、アモさんももう薬剤師みたいな、だからそれがいいよねっていう話してて、で自分とカツキさんは同じ学科なんですよ、でなんかまあ大体決まってるけどその中でもこう結構種類あるからまだそんな確定してなくて、でもなんかその友達とか経済とかだから、なんかマジでなんか何か、ね、どうしようみたいな言ってて、でも逆に言ったらもう専門的なとこ行ったらもうそこしかなんかあれ、そうですよね、だから友達はなんかまあいろいろ選択肢はあるけどみたいな、なんか何があるやろみたいな感じで、4年生、3年生になるまでね、4年生になるまで決まってないけどね。あ、ちょっと点数見てくる、あれ、あー出てた、出てた、そのみたいな。9対16で負けてます。あらもう、え、マジですか、9対16ですか、意外と離れてる、え、そんな離れてたんですかって感じなんですけど、感じなんですか、感じないです、え、なんか勝ってると思った、めっちゃ勝ってそうな感じ、前半取れた、え、勝ってないですかね、負けとる、あ、負けとる、マジ今日あっちですね、あっちね、なんか自分はちょっと昼ぐらいから曇りの予定だったんですけど、自分はなんか普通になんか天気予報的に、なんかいや昨日見た時は午後から雨みたいな 30% みたいな感じで、え、やばいじゃんと思って、それは雨降ったしないけど、まあ、若干曇りぐらいがちょうどいいかなと思ったけど、がっつり晴れですかね、もうそれでちょっときついっていう、昨日涼しかった、昨日いい感じの気候でしたね、でも9月でこの暑さってやばくないですか、暑いね、もう夏休み終わりますよ、もう悲しい、今春休みがなかった、エイさんってどこですか、学科、初等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 、小学校、あ、もうそこのもうあれ、そう、え、大学どこですか、築城、あ、そっか、あ、自分の友達も千子です、何対何だろう、13対17です。あ、自分の友達も築城の行ってます、その小学校、同じ学科、同じ学科です、後輩、後輩じゃなくて、大学生でさ、誰って言われても分かんない、分かんないですよね、もう多すぎて、高校までは分かるけどさ、大学生、なんか誰か分かんない、
同好会築城多くないですか。そうだ、自分のカメは同好会にめっちゃ入ってます。なんか築城の子は、あー前聞いたけどさ、シナとかシナとかちゃんとかそんなの。自分の同じマンションの子で全く今まで掃除しない子が強いじゃない、同好会入ってて、うわーナイスサブ。めっちゃ楽しそう。頑張れー太郎さん、かわいい。おお、ビーチ結構サーブ大事ですよね、マジで。あ、今日サーブミスしてない。当たります。自分2本しました。サーブミス1000ぐらいしか役立てない。あ、そんなことも。よっしゃ、楽しそう楽しそう、本当に。ビーチ来てよかったと思う。なんか、ね、もうなんか本当にビーチ入ってよかったなって思いますもん、ね、なんかだってビーチ入ってなかったら本当に何してたんだろうって思います。土日とかバイトして金は貯まるけど絶対充実してないですよね。本当に思います。それはダラダラ生活、そんなんマジ最悪じゃないですか。大学生なのに、大学生なのにそんな生活嫌ね。嫌ですよ。どっちか分からなかった。なんか社会人になって土日はまあゆったりするじゃないですか、絶対疲れるから、うんうん、だから今のうちにこのできないことを、ね、大学生のうちはね、はい、マジで楽しいです。チュロ本当に、だってこんな大人でもこんなバレーしてるってすごくないですか。すごい、バレーって本当にめっちゃいいですよね。分かった。惜しい、アムさんナイス。20-17で負けてる。何ですか20-17で負けてる。これからだ、頑張れ。まだちょっと、1分って言われてないよ。分かんないです。15分ですよね、これ今。なんか焦るよね、これ。なんか早くさ、サーブの時とかさ、早くサーブの場所に行きたいですよね。でも今ビデオだったら12分です。12分40秒とか。あ、ワンちゃん21-18で終わりました。あ、まあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。